はい、皆さんこんにちは、アキアです。今回はですね、この iPhone 15 Pro での動画撮影を便利にさせていくアイテムを7つご紹介させていただきたいなというふうに思っております。皆さんこのね、 iPhone 15 Pro 届きましたでしょうか？僕はね、発売日にね、無事に購入することができまして、動画とかたくさんね撮っているんですけれども、この iPhone 15 Pro かなりね動画性能良くなりましたね。ログ撮影ができるようにもなったし、最近ねブラックマジックカメラっていうねアプリがダウンロードできるようになったので、これでねめちゃくちゃ動画撮影を本格的にねできるようになったと思うんですよね。ほんまにね、この iPhone 15 Pro がめちゃくちゃね、もう高性能な動画カメラになったので、それをねもっとさらにねブーストさせていくために、僕がね結構ガチでおすすめできるような、アイテムをね7つご紹介していきたいなと思っております。というわけでね、ちょっとたくさん紹介したいものがあるので、もう早速やっていきましょうか。まず一つ目はですね、こちらですね、ウランジさんのカメラグリップというものになっております。これ iPhone をねこんな感じでねつけることによってグリップとして使うことができます。こんな感じですね。 iPhone ってさ、結構持ち方むずいじゃないですか。でこれはこのグリップとしてカメラをね握ってるような感覚で iPhone をね使うことができるようになるんですよ。しかもこれね、Bluetooth 接続で、接続をねしてあげると、こんな感じでですね、ここのシャッターボタンを押せば、はい、シャッターが切れるっていうね、めちゃくちゃ素晴らしいものになっています。結構 iPhone でね動画を撮る方、結構さ iPhone ってさ掴むの難しいじゃないですか。グリップ多分みんなこうやって持つと思うんですけど、これじゃねちょっとしんどいというか疲れると思うんですよね。なのでこのねグリップでしっかりと握ってあげると、僕はねめちゃくちゃほんまに撮りやすいですよ。でシャッターもねつけれるからね、ほんまにこうなんかカメラをね握ってるような感覚で、遊んで撮影することができます。もう個人的にはね、このグリップができたから、ここにねファインダーがねちょっとねどうにかしてなんかこう開発誰かしてくれたらいいなと思ってます。こんな感じで iPhone でねファインダーで覗いてちょっとね撮影をしてみたいなとも思ったりはしてます。これめっちゃおすすめ。値段もね1500円ぐらいかな。セールしてなくても2000円ぐらいで買えるので、ぜひね、概要欄のリンクからチェックしてみてください。はい、というわけで続いてがですね、こちらですね、こんな感じのものになっております。これはですね、フィルターになってるんですよね。 iPhone のこのレンズに装着をさせるフィルターになっております。で僕がね最近購入したのはこのね健康さんのブラックプロミストって呼ばれる、フィルターになっています。このねブラックミストフィルターってねめちゃくちゃ僕よく使うんですけど、すごいこう映像でふんわりとなんかこう幻想的なファンタジースティックなね、感じにさせることができるんですよね。ちょっとこのカービンがずれてるからこれぐらいの方がいいよねまあそういうフィルターなんですよ。でこれを iPhone でも楽しむことができるようなものになっておりまして、こんな感じでここにですね、このままつけることができるんですね。つきました。でさらにこれにこの iPhone のカメラをレンズをねこうつけてあげると、そうすることによってこのねスマホでもフィルターをね、楽しむことができるようになります。これでね撮影することで、ね、すごいね空気感がね変わるというか、すごいファンタジースティックでねめちゃくちゃねこう普通じゃ撮れないようなね、空気感でね撮ることができるので、すごくおすすめです。でグリップ自体もねかなり固定がしっかりとできますので、これがね落ちるといったことはね全然ないと思いますし、でこのミストフィルターだけじゃなくて、このね長さのもの 49mm のこのレンズ系なんですけど、これ逆に一眼レフで使っている方はね、ND フィルターとかミストフィルターとかそういったものをねつければいいだけになってくるので、マジでこれはねほんまにおすすめ。夜のねシーンとかもね結構いろいろ撮ってみてるんですけれども、明らかにさやっぱなんかいい感じの雰囲気じゃないですか。シネマティックな感じじゃないですか。なのでこういったねことをね演出してみたい方はこれもね使うのをすごくおすすめしたいなと思います。価格もねこの2つのセットでだいたい5000円ぐらいで買えたかなぐらいになってくるので、そんなにねめっちゃ高いわけでもないんで、ぜひね興味ある方はこちらもチェックしていただければなと思っております。はい、というわけで続いてがですね、こちらですね、ちょっとねいかついものがね出てきたかなというふうに思うんですけれども、これはですね、スマートフォンをねちょっとリグを組んでしっかりとね本格的に運用させていくための、アイテムになっております。でここにですねスマホを装着するんですけれども、こっちが前になるので、こんな感じでですね、はい、スマホね装着させることができますと。でこれねさすがやなって思ったのが、ちょっとねこれ右側にね寄ったこう作りになってるじゃないですか。で僕これ、ね、最初気持ち悪いと思ったんですけど、これねレンズの光軸を考えてると思うんですよね。ここのセンターがこのレンズに来るんで、よりねこうこっち側に来るように構造はね作られていました。なのでど真ん中にはね来てないものの、割とねしっかりと中心でレンズが来る。なのであんまりね光軸ずれがそこまで感じないみたいな形で運用ねすることができますね。逆でしたこれなのでこれがこっち向きですね。
これで撮影をねしていくっていうような形になっています。でさらにねこのリグはいろんなものをね、付け加えていくことができるんですよね。まあそれをねアイテムここからね、いろいろと紹介していきたいなと思うんですけど、ここのホットシューがあったりとか、ここにね SSD をね付けれるようになってたりとか、ここにもねいろいろ付けることができますし、ほんまにリグとしていろいろとね付け加えていくことができます。これねあのウランジさんのねリグになるんですけど、めちゃくちゃねしっかりしてるんですよ。多分ねこれでね人間どついたら絶対怪我するってぐらいね、めちゃくちゃこうほんまにね頑丈で、すごいステンレスというのかな、なんかねめちゃくちゃこうほんまにねすごい質感ですよこれ。まあ、値段もねめちゃくちゃ高いわけではないんで、こういう風にねちょっと iPhone 動画をね本格的にね撮っていきたいみたいな、そういった方はちょっとね使ってみるっていうのもすごいあれなんじゃないかなという風に思いますね。で次ね紹介していきたいのと一緒に被ってくるんですけれども、この iPhone 15 Pro はこういった SSD での記録が対応しましたね。これはサムスンのポータブル SSD T5 と呼ばれるものになるんですけれども、こういったものに撮った動画とか写真をこう外部で入れていくことができるようになりました。今回ね USB-C ポートになるので、こういったね外付けのデバイスが活躍できるようになってきたと思うんですね。ただでもさ、この iPhone 15 Pro これさ USB-C がつくのはいいんですけれども、こうやって撮れるのはいいんですけど、この配線どうすんねん問題ってあったじゃないですか。これ両方こうやって持って撮るんかみたいな、そういったね問題が出てきたと思うんですけど、そういった時にもこのねリグが役に立ってきますと。ちょっとね見ていきたいんですけれども、まずこんな感じで iPhone をセッティングします。でそしてこの裏側のねここのこいつにですね、まぁ、ちょっと無理やりにはなるんですけども、こんな感じで当てはめてあげて、そしてここのね USB-C とこのね iPhone をつないであげると、まあ、もうちょっとねコードはね短めのものの方がいいんですけれども、はい、こんな感じで結んであげる。そうすると、まあ、ちょっとね今の簡易的にやってるんですけど、これでね録画をしながら iPhone でね動画をね撮影することができるみたいな形になっています。まあ、このようにねリグにねいろいろと組むことによって、こう他のアクセサリーをね付け加えていくことができます。でねこのサムスンの T5、 そして僕はこの T7 と呼ばれるものもね使ってるんですけど、これはね多分ね一家に一台あったらいいと思います。これ SSD と呼ばれる、まあ、ハードディスクよりももっとこう速度が速くて、もっとこう頑丈なものでさらにこんだけコンパクトなんですよね。これ両方とも今 1TB ずつ入ってます。なので 1000GB ずつ入ってるので、iPhone128GB のやつがだいたい9個分ぐらい入ってるんですよ。すごいですよね。まあ、なので iPhone のね容量がこうあんまり大きなものを買えなかった方とか、いっぱい動画を撮るっていう方はもうこういったものを1個用意してあげて、あのデータをね転送するなりとか、撮影こういった撮影で活かしてあげるっていうのが僕は結構いいかなと思います。であんまりねこういったリグを組みたくないけど、この SSD に記録していきたいよっていう方におすすめなのがこれですね。これバッファローの SSD になるんですけれども、これねちょっとあの僕のお友達が使ってるものをね今勝手に紹介させていただいてるんですけど、こんな感じでですね SSD をまあこう直差しでねできるんですよね。こういった変換のねアダプターを使ってあげることによって、このねはい USB-C ポートに挿すと、これで、まあ、動画の撮影をねしっかりとねこのまま直接記録させていくことができるようになります。まあ、こんな感じでねプロレスの収録の時はね USB-C が今ねここに入ってますよみたいな、ちゃんとねできていますね。で撮影がねどれぐらい大体どこにできますかっていうのも表記されています。このねバッファローのねこの SSD ねかなり良くてですね、これね容量 1TB もあるんですけれども、値段がね8000円ぐらいなんですよね。かなりお買い求めやすくなってるんじゃないかなと思います。まあ、なのでこういったね SSD、まあ、軽くちっちゃいものとかも、ありますので、まあちょっとね僕としては、まあ、あの買えるならこっちの方がねちょっと頑丈というか、ちょっと壊れにくそうなのはこっちかなっていうふうに思うんで、まあ、これはねあのお好みとか、まあ、お金のこう予算的なところになると思うんですけど、まあ、SSD はね一人一つはね絶対持っておいた方がいいんじゃないかなというふうに思います。はい、というわけで続いてがですねこちらになっております。これともう一個これですね、まあ、マイクですね。マイクがねかなり僕は結構ねちゃんとつけてあげてほしいなと思います。まあ、こういうようなこうリグで運用する際にはこういったねガンマイクをここら辺にねつけてあげることによって、これでこう音もね綺麗にこう収録させていくことができるみたいな形になっていくんですよ。まあ、なのでガンマイクもねこうやってつけていくっていうのももちろんいいんですけれども、まあ、僕はね結構簡易的に使えるマイクとしてこのねサラモニの、スマートマイクっていうのがすごくおすすめなんですよ。これすごいちっちゃくて可愛いんですけど、これ USB-C のポートがついてるんですね。なのでこの iPhone 15 Pro にこうつけてあげまして、ほんで僕はねこのアクションボタンをボイスメモで登録してるんですけど、こんな感じですぐにボイスメモができるようになります。ちゃんとねこのマイクで撮ってあげるとかなり音を綺麗に撮れるんですよ。でやっぱりこうインタビューであったりとか、例えば会議の議事録を残すとか、あとなんかこう電話を綺麗にやりたいとか、そういった普段の用途でも使えるし、あとはねめちゃくちゃこう綺麗な集音ができるので、まあインタビューをされる方とか、こうドキュメンタリー動画とかでね
ちょっとその人の話すようなシーンを撮りたい方はこれでね、撮ってあげごく綺麗に映ります。でさらにねこのウィンドジャマーも一応ついていますので、こんな感じでねつけてあげれば多少のねこう風っていうのはちょっとだけ防音ねできますので、こういったね使い方も僕はね結構いいかなと思いますね。まあ、何よりもねめちゃくちゃ可愛いし、値段はねちょっと5000円ぐらいするんですけれども、こんな感じでこう向きをね変えれるので指向性をね実質変えれるみたいな形にもなるので、非常にねこれは使いやすくて可愛いのでめちゃくちゃおすすめです。はい、というわけで続いてがですね、こちらですね、ウランジさんが最近すごいのよ。ウランジのミニライトですね。これね電源を入れますとこんな感じでつくんですけど、これ光量がかなりすごいんですよね。3段階4段階と選ぶことができますと。でこれでこんな感じで当てると割と明るいじゃないですか。でさらにいいのがこのねホットシューがついているので、先ほどからね言っているこのリグのここの先端部分とかにね取り付けることができるようになっています。でこれでね運用しておけば音も綺麗に撮れて、ライトでしっかりと照らしてあげれて、ミストフィルターで撮ればもうね動画撮影大丈夫です。これでめちゃくちゃいい感じに撮ることができます。でこのライトのねいいところは、まあオンオフがねかなりいいっていうのと、あと充電式なんですけど、タイプ C ケーブルでねなんと充電ができちゃうんですよね。もうほんまに最高だと思います、ここで。さらにこのライト自体にホットシューがついてるので、この上にさらにこんな感じで被せることもできるみたいな、なので三脚の上にねこれを立てておいたら両方いけちゃうみたいなことにもなるので、すごくねほんまにコンパクトなのにめちゃくちゃ光量も良くて、あんまりねめちゃくちゃ強い光ではないんで、まあ、そこそこねディフューズ力もあるんで、こんな感じで例えばこういう風に照らしてあげるとすごくね浮き出てくると思うんで、僕自身がね、まあ、なのでいろんな使い方ができるので、このライトはね結構なんだかんだおすすめですね。ちょっとこの収録もここに僕置いとったらさらに顔のツヤが良くなるんじゃないかな。どうでしょう、さっきより良くなりましたよね。はい、というわけでですね最後になるんですけれども、最後がですねこちらですね、 DJI の Osmo Mobile 6という、電動ジンバルになります。まあこれね僕結構このチャンネルで、ね、もう散々紹介してきてはいるんですけれども、まあもう一回改めてねご紹介をさせていただければなというふうに思っております。まあこのねジンバルのねすごくいいところとしましては、このねこここれがね脱着できるんですよね。なのでこれを iPhone に取り付けてあげておけば、このジンバルをもうあっちゃこっちゃこうつけたり戻したりっていうのをしなくても、これをねワンタッチでこのバグレットで、はい、つけることができちゃいます。これを起動させてもすぐにね取ることができるみたいなものになっているんですよね。でこのねジンバルのいいところはこのロッドですね。僕結構これがね気に入っていて、こんな感じでよく遊んでるんですけど、こういう風に長くしてあげることによってジブとかクレーンっぽいようなねこうショットをね狙っていくようなことができたりもしますし、まあ、あとはねいろんなモードで撮影することができるので、ちょっとこのロールの軸を使ってこんな感じで FPV ドローンのようなね攻め込んだこういう風なこう撮影もできるみたいな、すごいね面白いアイテムになっています。もちろん手ブレをね防ぐっていう意味で使うっていうのもいいんですけど、結構面白いカメラワークをするために使うっていうのも僕はねありなんじゃないかなと思うんですね。これはねダブルタッチでこんな感じでバーチャル縦動画モードにできるので、 TikTok とか YouTube ショートとか、リールとかそういったもののようにいろいろとね撮っていくこともできるので、非常にこれはほんまに僕はねなんか楽しんでますこれで。であとはね三脚がついていますので、これ自体独立するっていうのもまあ一個ねいいところかなと思いますね。はい、というわけで皆さんいかがだったでしょうか。今回ねこの iPhone 15 Pro をね、楽しんでいく動画をねよりもっと楽しんでいくためのアイテムをねご紹介させていただきました。まあ、今回ね僕が一番おすすめしたいのはやっぱこれかな。やっぱすごい楽しいですし、これを使って撮るとねほんまにね映像制作してるような形になれるんですよね。で最近ね出たブラックマジックのカメラっていうのを使えば、シャッタースピードとか、あとこう ISO とか、F 値とかそういったものも全部手動マニュアルで撮影をね決めていくことができたりするので、なんかこうカメラをね買う前にちょっと練習がてらいろいろとねやっていくことができる、いろんなこう知識をこうカメラを買う前から覚えていくことができるっていう意味でもすごくいいかなと思います。なので学生の方とか、あるいはね社会人の方で、まあ、全然クリエイティブをね職業にしていない方でも動画撮影をね楽しむみたいな、せっかくね買ったこの iPhone を無駄にしないというか、今の iPhone 代ってほとんどがカメラ代だと思うんですよね。このねカメラ代すごい高いものだと思いますし、普通にミラーレス一眼ぐらいのね本体価格がしているので、それをね買ったものを無駄にしないように、買っちゃうことにはなるけれども、まあ、それでね動画をね楽しむための手段としてすごくねいいんじゃないかなと思って今回ご紹介をさせていただきました。まあ、今回紹介したもの全てね全然案件で紹介しているものは一切ありませんので、僕がほんまにおすすめだなと思ったものをご紹介させていただいているので、まあ、ぜひね興味あるものがあった方はねぜひ概要欄からチェックしていただければなというふうに思っております。まあ、僕 iPhone 15 Pro のねカメラ設定とかも細かくね解説した動画も出していますし、まあ、あとはねこういったクリエイティブとかじゃなくて、もっとこう普
段使いにねおすすめのアイテムをご紹介した動画もねこんな感じで出していますので、興味ある方はチェックしていただければなというふうに思っております。というわけで本日はこの辺にしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。